ジャンスティックの茂木さん、MJO の投信機構の仮説、審議2011で観測された10月の12回時からです。お願いします。はい、ジャンスティックの茂木機構作です。MGO の研究してると、まあ、いつかこれがきっと言いたくてやってるんだと思ってるんですけど、まあ、観察ということで、たった1時間からこれを言うというです、ね、ちょっと、まあ、かなり過ぎたことをやろうと思ってるんですけど、どういう話かというと、最初に言ってしまうとですね、シンディの時にですね、10月に一番最初に発生した MGO の、まあ、これですね、インド洋上で見事にできたんですけど、これがまあ6メーターパーセクトなので投信していくというのと完全に同期してですね、南側のインド洋のところに、まあ、非常に強い温帯低気圧がいて、まあ、こいつのせいなんじゃないかということが、まあ、言いたいことなんです。で、まあ、もしこれも完全に、まあ、全く同じ位相速度なので非常に怪しいんじゃないかで、まあ、もう一つは、もしくは言い換えると、まあ、その低気圧の方面には当然機動性高気圧が伴っているので、まあ、そいつのせいとも言えるのかもしれませんけども、じゃあその、まあ、だ移動速度が一緒だというだけなんですけど、まあ、ここからですね、じゃあどうやっていくんだという話を、まあ、今ちょっとまとめようかなと。で、まあまあ、ちょっと言い過ぎだなと思いながら頑張ってまとめてみたらですね、まあ、一応、レビューアーにはですね、ちょっと頭を冷やせと言われながらも、まあ、投資のきっかけの要素としてはですね、ちょっと面白い見方かもしれないねというような、コメントをもらって書いてしまうことです。で、これもともと考え始めたきっかけはですね、まあ、JFSJ の心理特集校に、まあ、同じ事例の今度オンセットについて最初研究してて、まあ、それもバグで使ってるんですけど、これはですね、この論文ではオンセットのきっかけとしてですね、気圧管理の特徴に注目していて、でオンセットする前はですね、すごい南インド洋に強い亜熱帯高気圧マスカリン入ってるんですけど、まあ、こいつが非常に支配していると、まあ、大量陽性になってしまう。それが南下して衰弱していくと、まあ、オンセットに必要な条件が整ってくるねというような話をしたんです。で、その南下してその衰弱してしまうと、今度はですね、気圧反応上乱みたいなものがよりその赤道側のこう15度サウスあたりをですね、通過する道が開ける。で、それで、まあ、この強い温帯低気圧がですね、まあ、赤道の何かしらの結合を果たしてですね、まあ、東進の何らかのきっかけを与えたんじゃないかというような話がしたいわけです。で、この場はですね、JR の高度偏差、高度偏差カラーで、青の統一線が気圧場ですけど、で、OLR の、まあ、MGO の輪郭をここに書いてますけど、まあ、こんな図をちょっと使って、考えてて、でやったのはですね、中緯度と熱帯の結合をちょっとうまく示したかったので、熱帯と中緯度でですね、高度とか気圧場っていうのはですね、変動 のスケールが全然違うので、そこをうまく規格化して、同期していることを見たいと思ったんで、まあ、高度偏差の、まあ、普通はですね、平均場を取ればいいわけですけど、緯度方向の、各緯度の分散を取ってですね、まあ、それで規格化をかけてやる。でそうすると、まあ、熱帯は1ヘクトパスカルぐらいしか、数メートルぐらいしか高度偏差がなくても、まあ、それは中度の、まあ、大きな高度偏差とうまく企画化すればつながって見えるんです。でそれを JR55 でやってみるという話です。で、ホフミラーみたいなのを書かしてみると、10度10度と10度30度ノースと10度30度サウスみたいなのを書かせるとですね、ここにMGO の輪郭がここにあるんですけど、まあ、6mpsなんで、青色の低圧偏差、低高度偏差っていうのが、まあ、結構きれいにぴったり一致して見られるんですけど、北半球側には全くそういうのが見られない。南半球側だけに見られるっていうのがですね、まあ、こういう特徴があってですね、でまあ、西側でもこう、まあ、当然低気圧で、ね、こう
関連伝説の方面にそういうのがあるわけですけど、まあ、これと完全に同期して見える。で、ちょっとまあ、だからその、企画化したコード編サーバーで見てみるとですね、まあ、850ヘクトパスカルで、まあ、こいつが来たときにですね、南北にトラックの構造としてこう伸びたような形になってですね、でその光明は当然あの立地になるわけですけど、東西方向に、まあ、こういうふうにですね、気圧経度が働く場になるんだよ。で、そうすると、まあ、このペアに対してですね、まあ、どういうことが起こるかっていうような感じで、まあ、関連図がこう熱帯に突っ込んでくると、延長グラムをですね、そのトラックの方で取ると、まあ、こっちの低気圧は当然循環する。ですけど、熱帯の500とか400ヘクトパスカル間のところまでかなりつながって結合して、まあ、低圧のトラフっていうのが見える。それで、まあ、上昇流域もですね、あの気圧、延長気圧速度ですけど、まあ、あの M14 の上昇流域とあの寒冷前線がこう伸びてくるやつと完全にこうつながっているように見えるし、その寒冷前線の方面に、この青のコーンから書いてある寒気流なんですけど、まあ、北風でそういう寒気流がどんどんその熱帯の方に入っていく、要するに高圧湾の、中緯度の高圧湾っていうのがこう熱帯の方でこう入っていくような構造になってるんじゃないか。で、M14 がオンセットしてから1週間後になると、まあ、完全にその未大陸の方に大陸がシフトしていくわけですけど、まあ、それと完全にその同期してですね、その、南北に立ったリッチとトラフのペアの構造っていうのはあのその関係というのは完全に維持されたまま、東に一緒に、6メーターパセカンドでいく。それを考えると、このプレッシャーグラデーションフォースで、西風が作られるというのは、まあ、10度でもそうですけど、まあ、熱帯はより掘り起きが効かないことを考えると、まあ、西風バーストみたいなものも、まあ、自然に作られる。で、まあ、高気圧が支配すれば、まあ、当然マスカゲない。深い高気圧なんでもそうなんですけど、まあ、柔軟的に非常に高い、高圧センサーになりますけども、それが完全にその熱帯の、まあ、通り過ぎて5度の数ぐらいまで、結構深い高圧センサーのつながった構造として、まあ、見える。そうすると、結果としてですね、まず MGO の対流というのも東に追いやられざるを得ないんじゃないかということをですね、まあ、考える。で、要するに、まあ、中緯度っていうのは東に行くのは当然の世界なんで、まあ、もしうまく結合すると、でそれをうまく説明できたら、まあ、当然だと言えるよねという気がするんですけど、まあ、マスカリン高気圧っていうのが、まあ、普通はここに停滞してるのでなかなか結合できないんですが、まあ、そいつが衰退した時には、まあ、中緯度上欄と結合しうるんじゃないか、まあ、そういうことが、まあ、この仮説で、言いたいんです。はい、以上です。ありがとうございます。質問コメントありますでしょうか。はい、あ、じゃあ質問に、あ、ごめん、今回は2011年の事例からだったと思うんですけども、似たような事例というのは過去を遡るとよくあることなんでしょうか。はい、あのとりあえず10年くらい、まあ、10年も同じように作って見てるんですけど、あのそんなに例外がない、意外と。それで、投信しないやつはある意味 そういう低気圧がなかなか見えないんですけど、あの同じシンディの星に4つぐらい文字が出てるんですけど、まあ、その4つのうちの3つはこういった温帯低気圧が伴っていくのが違うね、まあ、メカニズムはちょっとずつ違うかもしれませんけども、まあ、そういうこととは注目してもいいかな。はい、ありがとうございます。はい、あ、それでは次のプロ社に移ります。ダムスペックの鈴木さん。